次回予告。ついに合格者が発表された。受かった者もいれば落ちてしまった者もいる。これで全てが終わったわけじゃない。僕らがヒーローになるという夢を形にするのはこれからなんだ。その日の夜、僕は唐突にかっちゃんから呼び出しを受ける。次回、てめえの個性の話だ。ワン・フォー・オールのことは決して話せない。でも、さらに向こうへ、プルス・ウルトラ。